気持ちをお伝えください。そうですね、まあ、始まる前はね、本当に不安というか、なかなか難しいリーグだとは注意してたので、まあ、こういった成績は残せるとは正直、まあ、大変だなとは思いましたけど、本当に1試合1試合選手たちが非常にハードワークしてくれて、本当に1試合にかけるっていうそのスタンスを十分理解してくれて、よくやってくれたと思います。今日は兵庫FC大阪内での優勝決定戦だったんですが、今日の試合はどんな展開を予想されていましたか？そうですね、まあ、引き分ければ優勝っていう状況だったんで、まあ、そこが選手たちに、まあ、加味して戦わないといけないよっていうのは伝えました。ただそれを言うと、まあ、何ていうか守りに入ってしまうっていうのが一番怖かったんで、それだけは本当重点的に言って繰り出しました。結果1対0という接戦を制したわけですが、戦ってみていかがでしたか？そうですね、まあ、本人予想に1、2の直接対決ですから、非常にタフなゲームになるとは思ってましたし、本当にその通りになって なったんですが、まあ、選手たちが本当に、まあ、慌てずに冷静に対応してたのが、まあ、見えたんで、まあ、なんていうかな。まあ、最初に1点取れたこともあって、まあ、非常に落ち着いてみることができます。今日優勝という素晴らしい成績を収めました。選手の皆さんに監督からぜひ一言声をかけてあげてください。まあ、ファーストステージ優勝という素晴らしい形で終えたんですが、まだまだこれから先がある選手たちなので、まあ、これに満足せず、まあ、一歩一歩この階段を上っていってほしいなと思います。なんと6月19日からセカンドステージが始まっていきます。セカンドステージ、どう戦っていきましょうか？そうですね、もううちは1試合1試合本当にタフに戦う、それだけだと思ってますので、またセカンドステージの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。中島監督でした。それでは続きまして、キャプテンの吉森選手にお伺いします。吉森選手、おめでとうございます。ありがとうございます。JFL2 年目というシーズンだったんですが、ファーストステージ見事優勝いたしました。今の率直なお気持ち、お聞かせください。まあ、とても優勝できて嬉しいです。去年、苦しい試合で結果が残せなかったので、今年、結果が残せたことも嬉しいです。今日は優勝決定戦だったんですが、今日の試合はどういった気持ちで臨まれましたか？まあ、自分、キャプテンで試合でチームのみんなしっかりと声で声でしたり、うん、ゲームの流れとかをしっかり刻んでやるように意識して試合に行く。今日は前半の早い段階で吉田選手が得点を達成したわけですが、あのゴールの瞬間いかがでしたか？いや、本当この感じで吉田とはずっとやったんで、このファーストステージ、吉村選手、収穫はどんなものがありましたか？やっぱ自分たちは全部の試合、全力でやらないと勝てないというのが、このファーストステージだったので、セカンドステージもこれを続けられるようにやっていきたいと思います。セカンドステージ、キャプテンとして、そして選手として意気込みをお聞かせください。セカンドステージも全力で1試合1試合頑張るので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、優勝いたしました。優勝レベルコンピューゲーム局、中島俊一監督、キャプテン吉森京平選手。